こんばんは、こんばんは、ピアノ教室応援コーチ星田陽子です、はい、私は今ですね、ロンドンに来てます。今日のですね今日の、6時にロンドン時間6時にですね飛行機がついて、まあいろいろあったんですけど、とりあえず今はですね夜の20時でございます。ロンドン時間は皆さんはね、夜中ですかね、まだ早朝ですかね、後でゆっくり見ていただけたら嬉しいななんて思うんですけど、私は年末はですね、まだ家族サービスにですね、ファミリー旅行って言っても主人いないんだけど主人はちょっとね会社役員なんで、なかなかですねお休みがね自分の思い通り取れなくてですね、まあ、いつも申し訳ないなと思いながら私が子供を連れてきたりしてるんですけども、そうですね、まあ、なんでロンドンにしたかというとですね、ちょっと下の子がですね今すごい英語にね、ちょっとのめり込んでいて、まあちょっと英語をね、英語圏来るのいいかななんて思って、それでまあ様子見てたわけです。私もちょっと、この5月から英語のコーチをついてもらってお勉強してたんですけど、まあ、今5ヶ月ぐらいか、今はちょっともう1回終わっちゃってんですけども、したらですね、まあ結構聞き取れるんですよ、うちの子の方が、次男の方が、あれでみたいな、まあいいやみたいな、私はまだまだだなと思ってですね、でまあまあまあいろいろあったわけですよ。今日6時にですね飛行機がついてですね、ロンドンはですね25日はですね交通が麻痺ではない、交通が全部ストップするんですよ。で理由は、まあ、クリスマスぐらいファミリーで楽しもうよということみたいなんですね。だから今日ファミリーがテーマなんですけど、なんで動いてるのはもうタクシーぐらいなんですよね。でなんで もともと分かってたんでピックアップを頼んどいたんですけど、いなくて見つからなくて3時間ぐらい待ってたんですけどね、まあ、いろいろその間もいろいろ電話したりとかもやってたんですけど、電話もうまくつながらなくて、あらどうしようかなっていうか、まあね普通だったら別にそんなピックアップ見つからなかったら電車でひょいとか行っちゃうんだけど、まあそんなんで特殊なね時期だったんで、あら困ったなって言って、いろいろ案内所とこう英語でやってたりしたんですけど、やっぱりなかなかまだねこちらも英語能力がないんで、いよいよは困ったなと思って、それでも最後の最後はですね広報援護でですね、結局その私の英語のコーチ野村優香コーチって素晴らしいコーチがいるんですけど、皆さんよかったらご紹介しますよ。野村優香コーチに SOS を出してですね、でメッセンジャーで電話 しながらね私が喋ってあげるとか、このままタブレットをこうやって案内所の人にやってタクシー頼んでくれて、別にですね、でなんとかですねホテルまで来れたというですね、なかなかスリリングなんですね。SIM カードなんかもやってみてちょっと電話しようかと思ったけど、なかなかちょっと SIM が合わなくて、私の電話機に結局使えなくて、まあいろいろ勉強させていただきましたよ。まあ何でもかんでもですね、やっぱ経験してみないとね分かんないなということで、でもまあその中でいろいろやり取りする中で、そう次男が意外と英語が聞き取れてんなみたいな、喋れないけど言ってることは分かるとか言って、おおすごいなお前みたいなですね、ちょっと見直しちゃったんですよ。ついつい下の子なんでいつまでもね、なんていうかな、子供扱いしてたらとんでもなかったというですね、お母さん全然ダメじゃんみたいなね、まあそんなんで、でもこっち来たのが10時ぐらいだったかな、ホテル10時ぐらいだったんだけど、嬉しいことにですねチェックアウトさせてもらってですね、お部屋でもうすぐ入れて、フライト12時間ぐらいだったかな、夜中の2時に出た便なんで、やっぱりちょっとこうなんていうかね、お風呂も入りたいしっていう感じ で、ホテル入れて部屋に入れてですね、でその後13時から市内看護を頼んでたので、まあ、そこまでゆっくりして、で、市内観光行って、で、まあ、いろいろ見ながらすごくロンドンの様子が分かったんですけど、やっぱりその、ね、25日はファミリーと楽しむ、皆さんいかがでしたかね、25日ファミリーと楽しみましたかね、クリスマスを。本当に街はねこう静観としてて、なんかこう静かな感じで、
今日はね一日はで、お店も結構ところどころもうほとんどお休みで、デパートなんかも全然お休みで、ちょっとカフェが少し空いてるぐらいだったのかな、はーと思って、あのやっぱりガイドブックに書いてある通りだと思って、でもまあそれでもまあ、 ちょっとこうね、お店いくつか空いてて、でそこで入ったらクリスマスディナー、特別メニューがね出てきて美味しかったですね。フィッシュ&チップにチキンのやつ食べて、あとシードル、サイダーっていうのかな、こちらサイダー、シードル、リンゴのお酒ですよね。そんなのもいただきながら、帰ってきてあれしたんですけども、なかなかねやっぱり子供が大きくなっ、子供が、なんだろうな、子供が大きくなるとやっぱりこう一緒にこう動く時間がなくなるので、本当になんか私はお財布ですけどね、お金出すから行こうって言うと来るから、まあ、現金なもんだけど、まあ、それでもやっぱり大事にしたいななんて思って、家族との時間ですね、毎回毎回は無理なんでね、なんか1年に1回ぐらいはねなんて思ってました。でこれはあるやっぱりすごい有名なね起業家の先生が、やっぱりこうライフバランスって言ってですね、成功していくとこうやっぱり成功していくといろんなところがこう突出していくんですよ。例えば お金が儲かるとやっぱりお金がバーンって突出するじゃん。で時間忙しくなると時間もバーンって突出するじゃん。そうするとねバランスが悪くなるんですよ。バランスどういうところが悪くなるかというと、例えばやっぱり家族コミュニケーションっていうバランスが崩れるし、何でしたっけ、健康のバランスも崩れるんですよね。なんで成功する人ほどやっぱバランスを整えるために家族に何かこう家族にこういろいろね、時間を取ったりとか、家族のために何かをプレゼントしたりとか、そういうことをするっていうのを前聞いてね、ああなるほどななんて思って、ちょっと今日は旦那ご主人いないんで、ちょっと主人はなんかお土産買ってきますよみたいな。なのでですね、やっぱバランスって大事かなと思います。一番はねやっぱりね家族、皆さんがね成功していく中でやっぱり家族っていうのも一緒に巻き込みながら成功していってほしいのでね、ぜひ家族も大事にしながら行っていただければいいかな。石井先生ありがとうございます。日本朝6時おはようございます。おはようございます。朝早くからありがとうございます。こっちはですねもう6時ぐらいから暗かったですね。寒さはですねそんなに寒くないんですけど、風が冷たい、風が吹くとすごい寒いです。でね、このホテルがですねすごいさっきからずっとねモーツァルトとか鳴ってるんですよ。めっちゃ雰囲気が良くてですね、もう高い天井にちょっと気分よくですね1週間ぐらい楽しんで、あ、これ聞こえるかしら音楽が。なのでね、年末いろいろ皆さんね思うとこあると思うので、お仕事もこう頑張りながら、あ、ショパンかも、ショパンかもね、あ、ショパンだ。なんだっけ、ね、バランスよく人生を生きていっていただければいいかなと思います。あ、バランスよくというのは自分もですね、自分も幸せにしなくちゃいけないですね。お仕事をして家族のため、逆に、生徒のためにばっかり仕事して皆さんが満たされてないとね良くないので、ぜひですねバランスのいいね、時間を過ごせるようにできたらいいかなと思います。今日のテーマはバランスです。あと家族を大事にしましょうということなんでね、一度ですね、健康も大事ですね。健康のバランス、健康コミュニケーション、いろんなことバランスと取りながらね成功していければいいかなと思います。ではまた、さよなら。